まあ、の美味しくなりますね。兵庫県の芦屋にあります京料理高木の高木和夫です。今日はよろしくお願いします。はい、これからあの和風フライドチキンを作ってくれというあのお願いがあったんですけど、まあ、平たく言ったら唐揚げですよね。はい、ちょっとまあフライドチキンっぽくやりたいと思います。お願いします。はい、じゃあフライドチキンなんでちょっと今なかなかやらないのです。チューリップにするのをやりたいと思います。チューリップにして3種類唐揚げを、まあ、フライドチキンを作ろうと思います。僕なりのやり方で、まず手羽先ですね。手羽先。でここは落とします。ここにちょうど軟骨があるんでスッと包丁が入りますね。はい。で落としたらこの切った方ではない方の骨と骨の間に軽く包丁を入れます。はい、あとねこの周りがちょっと取れづらいんでこの骨のぐるりちょっとこう包丁入れると後が楽です。そうしましたら切った方をこのまず包丁目入れた方を上にして見えますかね、グッと押します。本当に押すだけです。この肉が骨につかないようにこう指でしごきながら押します。はい、でこっちも同様ですね。今度これ太いとこ、はい、これグッと押します。そうすると骨がこう取れますね。はい、そしたらこのこっちの細い方の骨をこうクリッとしてするとこの骨だけが抜けます。こう持っていくとチューリップになりますね。子供の頃すごいなんか憧れましたけど、まあ、母親も忙しいなかなか作ってくれなかったような記憶があります。チューリップにしますとこう中に皮がくるんですね。でこの皮のグニグニ感が嫌だっていう人もいて、その場合はまた元に戻してあげてちょっとこう形指でこういう形のチューリップでしょう。これも食べやすいと思いますね。そうすると皮が上がります。はい、でそれ手間ですけどね、ちょっとこうやると本当になんか食べやすくなるので、ちょっと菊池くん、はい、で今日は唐揚げまあ、なんですけど、つけるタレにお出汁を使います。結構醤油とかニンニクとか生姜とかお酒とかでつける方多いと思うんですけど、お出汁、はい、お出汁のね旨味が入ってね、まあ、おいしくなりますね。であと一種類はこの皮を表に向けて皮をパリッと揚げる。でもう一つはこうチューリップ型にしてこう中気にならないんだったらチューリップ型にして、ただこの周りにちょっとあられを砕いたものをつけて揚げたりも してみます。じゃあ次は、タレを作ります。まずこれ二番だしですね。二番だしを1カップ 200cc、 液体の塩麹ですね。これ便利ですよね、もろもろが入ってなくて、65cc でみりん、あまり甘くするとね焦げやすくなる。20cc ですね。で濃い口、10cc、 これで煮込みます。お、いい感じや。でこれをつけますね。
2時間ぐらいは置きたい。もしもったいないちょっと浮くと思うんで、こう落としラップとかしてもらうといいと思います。次はあの揚げ衣を作ります。皮のやつは片栗を打ってそのまま揚げたらいいと思いますね。でこのこちらの方のあられつけるための衣です。と米粉が 50g、 で小麦粉が 15g、 これにお水を チューリップの方につける、これあのおかきですね。今日はねこのあの醤油がついたタイプでね、まあ、かきの種、あとちょっとこう素焼きみたいになってるあの青のりのついたタイプです。あのどっちも美味しいと思いますけれども、ちょっと味が変わっていいかな。これあのちょっと青のりが入ったやつね。エビとか入ったやつありますけど、唐揚げにエビはちょっと混乱するかもしれないんで、なんか海苔の方がいいかなと思います。これを叩くんですけど、あのそんな粉々にしなくてもいいです。あれですね、柿の種を使うのは多分中が空洞やから壊れやすいんでしょうね。よくこういうのあのおかき揚げで柿の種使うけど、なんか今理由が分かった気がします。ね、こういう感じで、はい、おかきのいい香りがしてきますよね。例えばこれ、こう全体使ってあげるといいですよね。あんまり局部で叩くとあの袋破れてくる場合、はい、大変。じゃあ2時間ほど経ったら、あの別に2時間ぴったりじゃなくてもいいですよ。あの半日置いても1日置いてもらっても大丈夫だと思います。大事なのはね、このタレの量ですよね、だしの量ですよね。あんまり少ないと味が乗らないですし、このタッポタポにつけちゃうとやっぱりすぐ味が入っていくんで、そこら辺ですね。キッチンペーパーに取るとね、そうそう、あんまり水分取りすぎても良くないですね。びちゃびちゃもしんどいですけど、はい、じゃ あ, あの全体にこれ、この衣をくぐらすやつも、打ち粉しといた方がいいので、なんでかというとね、外れやすくなっちゃいますよね。あと打ち粉があって衣がつくからカリッと揚がります。でこっちの方はもう片栗だけでいけると思うので、まあ、とりあえず全体に打ち粉します。ちょっと形が整わないのでちょっとこう爪楊枝打ってもいいかもしれないですね。手間になりますけど。で今度こっちは、こう打ち粉をしていただいて、打ち粉をしたら今度粉につけてもらって。でアラルですね、あの全体につく必要はないです。この衣もついてますし、ちょっとパラパラっとこうつく感じがいいと思います。醤油、これでもうあとは揚げるだけですよ。じゃあですね、揚げる温度は、まあ、こう一辺底についてあがるぐらいですね。180度くらいで揚げます。これいきましょうか、形整うか。ね、あのどうしても調味料につけると色が変わりやすいですね。
今新しい油で揚げると白く揚がりますけど、入れて入れていきましょうか。あられの方、揚げ物は物を入れるとやっぱり温度が下がりますので、その温度管理が一番大事ですね。火加減ですよね。あとこの泡がバーっていっぱい早いようだと、あと音ですよね。あんまりシャーとか音してくると高いということになりますから、この今こう目視できる泡がこう大きいじゃないですか。トマトの中にたくさん水分が含んで、今回は特にあのお出汁入れてますから結構水分が多いです。ただ水分量が多いと熱伝導も早いんで、まあ揚がるのも早いですけど、鶏肉はちょっと時間かかりますよね。よく唐揚げで中生とかね、怖いですよね。ちょっとこう分かりますか、こう音が激しくなってきたということは温度がだいぶ高いっていうですね。そうすると焦げてきます。あとね、こう持ち上げた時にこのこうなんだろう、この振動がすごい伝わってくると、なんか上がってると言いますよね、うん。ね、ちょっとこう入れた時静かやとちょっと温度が下がってるという。これも超美味しそうですね。はい、これ皮に外向けてるからやっぱパリッとしてますよね。皮がパリッとした感じが美味しいと思います。これ中に皮入ってるんですけど、あられでサクサク感が出てます。やっぱりチューリップにしてあられつけた方がちょっと大きくなりますよね。一回り。はい。まあじゃあ食べやすいようにちょっとホイルで。めちゃ家庭料理っぽいですね。すいません。見てもらった通り本当簡単にできます。ちょっとした手間でね、手羽先とかまあ安価な食材ですけど、すごい喜ばれる料理になりますね。はい、じゃあ盛り付けます。紙とか引いてもいいし、もうこんだけ油切れたら大丈夫ですね。なんかヒイラギとかね、そんなしゃれたもんがあったんですけど、うち和食なんで、和食でよく使うカズラですね。で庭で採れたもの、南天の実なんか添えると、緑に赤入るとクリスマスっぽくなりますよね。どうですか。はい、では早速いただきます。はい、こちらのまずノーマル。はい、美味しいです。美味しいよ、もうありがとうございます。いや、それは本当に皮がパリッとしてて外にあるので食べやすいですよね。あとね、はい、で中まで本当にジューシーで、やっぱりだし使ってるからですか、すごいなんか水分というかジューシーですね。 ありがとうございます。海苔の海苔おかきですね。はい、うん、全然違いました。違いますか、やっぱり。
はい、皮とか気になりませんか、むにっとした感じ。どうしても中にありますけど、全然、うん、周りがカリッと、はい、カリッとしてました。海苔の風味がやっぱりするので、うん、ます。美味しいです。でも柿の種 の、 あの醤油の味がしっかりとしていて、なんか3種類あるんで全部違った味が楽しめますし、クリスマスにはぴったりですね。そうですね、なんか楽しみながらみんなでこうつけてあげると楽しいかなと思います。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。